もう始まっちゃう。早く早く。間に合いましたわ。携帯電話やスマートフォンはマナーモードにしてくださいね。わかったわ。ポップコーンいる人。ちょっと何やってるんですか。あなたたちの席はこっちですよ。出番があるのを忘れてましたな。すぐ行かないと。早く早く。失礼しました。まずはこれまでのあらすじです。すべてはカタリナが8歳の春、転んで頭をぶつけたことから始まりました。頭を打った拍子に前世の記憶を取り戻し、この世界が前世でプレイしていた乙女ゲームフォーチュンラバーの世界だと気づいたのです。しかもカタリナはゲームの中で破滅フラグだらけの悪役霊像。主人公のマリアがハッピーエンドを迎えたら国外追放に、バッドエンドを迎えたら殺されるという破滅エンドしかなかったのですわ。お茶飲む。そこでカタリナは破滅エンドを回避するために快速を練ることにしました。国外追放されても生きていけるように農業の勉強をし、魔力を上げるために土ぼこの練習もしたわよね。殺されそうになった時のために剣道でも磨いて、いざという時相手をビビらせるために蛇のおもちゃも作ったわ。そうして迎えた15の春、魔法学園に入学したカタリナはゲームの主人公マリアと友達になり、攻略対象たちと共に楽しい学園生活を送っていました。でもゲームの隠し攻略キャラであるラファエルがある事件を起こして破滅エンドを迎えそうになってしまったの。詳しいことは小説やコミック、アニメを見てくださいね。ジギラー、友人たちのおかげでなんとか破滅エンドを回避でき、ゲームシナリオの日々は終わりました。その後カタリナが誘拐されたり、弟のキースが誘拐されたり、いろいろあったけど、事件は無事解決して魔法学園を卒業できたのよ。詳しいことは小説やコミック、アニメを見てくださいね。いよいよ、チクラッショー。というわけで、現在のカタリナは平和で幸せな日々を過ごしています。ちなみに私たちはカタリナの脳内に住むカタリナ5です。それでは皆さん、静粛に願います。これより劇場版ハメフラスタートです。やーい。いやー、どこの子？あなたは名前は？アーケル。昔からなんとなく動物の思ってることがわかるんだ。お前はなかなか人に心を開かないけど、あの子は違うみたいだな。彼らの真の目的は他にあるのかもしれないが、遠い昔にどこかで会ったことがあるような。こうなった時のカタリナは止められませんからね。ですが、一人で行かせるわけにはいきません。みんなを守る、絶対に。悪役霊嬢のしぶとさを舐めるなよ。よっぴょっぴょ。劇場版乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役霊嬢に転生してしまった。